皆さんこんにちは。今日は27ページに行ってみましょう。27ページに書いてあるのはタイトルですけれども、あなたの深層意識が能力を下げているというところですね。これはどういうことでしょうか。深層意識というのはここでは子供脳のことを言っています。そして前回もお話ししたように、子供脳の中には本当に奥深いものがあって、それは言葉にもしていなかったような思い、そういうものがあるんですね。そしてその部分があなたの能力を妨げているということなんですね。これは皆さんなんとなくお分かりかと思うんですが、何かをしようとするときに頭の中で声が聞こえているの分かりますか？この声にちゃんと気がつくことができるかっていうのは一つの能力なんですね。ですからこの声に気がつかない人もたくさんいます。この声の中身なんですけれども、おそらくこんな感じ。嫌だな、これをやらなくちゃいけないのか、こんなのできないよという感じですね。こういうことをふっとこう思ってしまう。そうするとそれはちゃんとあなたに影響してるんですね。ですから心の中でこういうふうにふっと出てくる言葉っていうのは本当にただの言葉だけじゃないんです。あなたを動かしているもの、あるいはあなたに影響しているものなんですよ。ですからこういう言葉がたくさんあって、しかも言葉になっていないただの感情のようなものもたくさんあります。こういうものがたくさんあるから自分の能力を発達させるのを妨げているということなんですね。これがなくなったらどんな風になると思いますか？少なくともあなたの能力の発達を妨げているのはあなたの遺伝でも何でもなくて心の中の声だということが分かればいいと思います。そう思ったらあなたは能力をちゃんと開発できるからなんです。ではまた次回。